はい、どうもでございます。男の中の男、高田信彦でございます。今回は、初のね、ゴーストの、怪談座談会のね、2本立てということでね、ゲストにね呼ばれちゃいました。はい、どうも、さあ、というわけで、怪談座談会、まあ、前回の続きですね。まあ、前回、ちょっと時間がなくて、ものすごい、駆け足でね、終わってしまったんですけど、まあ、前回は、まあ、今回もね、サイコパステストをね、やっていきたいと思うんですけど、サイコパス診断か。サイコパス診断をね、やっていきたいと思うんですけども、ですね、前回は、前回のね、最後の質問は、殺人をした後に森へ逃げ込みました。で、そこで家を発見する。で、その家で寝ることにしました。それでは、悪い夢を見ました。どんな夢でしたかっていう質問と、あと、その家に何かが近づいてくる、それは何ですかっていう、質問だったと思うんですけど、まあ、悪い夢の方はですね、相手が生きていた夢を見るみたいですね。サイコパスの人はね、その殺したはずの相手が実は生きていた夢を 見るみたいですね。見ると答えるみたいですね。で、もう一個の、何かが近づいてくるっていうのは、次の殺しのターゲットをが近づいてくると、答えるようですね。まあ、まあ、そんなこんなでね。まあ、前回の、続きからやっていきたいと思います。ではではですね、じゃあ、続いての、じゃあ早速ね、質問の方をね、していきたいと思うんですけど、あなたは、猫を飼っています。まあ、猫でも、犬でも、まあ、何かペットをね、飼っています。そして、あなたは、好きな写真を何枚か撮り、それを、自分の作ったサイトにアップしました。それでは、そのサイトの閲覧数が多くなるように写真を貼っていきました。それはどんな写真でしたか？ちょっとわかりにくいなこれもう一回言いますよ。あなたはペットを飼っています。そしてそのペットの好きな写真を何枚か撮りました。そしてその写真を自分の作ったホームページ、サイト、まあ、どちらもいいですけど、に、アップしていきました。それでは、そのサイトの閲覧数が最も多くなるように、写真を貼り付けていきました。その写真はどんな写真でしたか？お考えください。ちょっと質問の仕方が下手だな。ちょっとわかりにくいかもしれないですけど。まあでもこれは有名っちゃ有名だな、これ。でもこれ知ってる人いるんじゃないかな。これは結構有名なあれですけども。さあ、どうでしょうか。まあ、結局、まあ、まあ、どんな写真を撮ったかをね、まあ、考えてくれればいいです。さあ、そろそろ出揃ったんじゃないでしょうか。出揃ったっていうか、考えがまとまったんじゃないでしょうか。まあ、この質問もね、まあ、普通だったら、まあ、猫か、まあ、犬かとか、まあ、そのペットの、例えばその、一番、
可愛い角度で撮った写真とかね、寝ている写真とか、服を着せてみるとかね、まあいろいろあると思うんですけど、まあちなみに俺はですね、まあ服を着せたりとかね、ちょっとあの着ぐるみ的なのをちょっと着せてみたりとか、そういう写真もいいかななんてね、思ったんですけど、まあ普通の人も、まあそう答えるみたいですけど、サイコパスの人は、猫のっていうか、猫とか犬の、まあ、ペットを虐待している写真を逆から貼っていくんですね。つまり、そのサイトで、こう、だんだんこう、虐待されて、まあ、傷がついてるわけじゃないですか。その傷ついてるやつを、バン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 って貼っていって、その回復していく様子を貼っていくんですね。そうすると、まあ、閲覧数が増えるわけですよね。おお、すごいねってなって。まあ、そういう風に、アップしていくみたいですね。うん、ちょっとこれ、よくわかんないですね、これね。俺の質問力が下手すぎるね。それでは、次の質問いきたいと思います。あなたには、付き合っている人がいます。しかし、その付き合っ、ある日、あなたが街を歩いていると、その付き合っている人が、見知らぬ異性と一緒にいます。そして、その付き合っている相手が、その見知らぬ異性を、車に乗せました。しかも、その座らせた場所は、自分専用のシートです。そしてあなたはその車を燃やしました。しかしながらあなたはとても穏やかな表情をしています。それはなぜですか？あなたはある日街を歩いていると付き合っている人が見知らぬ異性と一緒にいるのを目撃しました。そしてその付き合っている相手がその見知らぬ異性を車に乗せました。そしてさらに自分専用のシートに座らせました。あなたはその車を燃やしました。しかしとても穏やかな表情をしていました。あなたはですね。あなたはとても穏やかな表情をしています。それはなぜですか？まあこれもですね、まあこれも答え聞いたらね、ぽいなってなりますよ。これもなかなかね、サイコパスっぽい答えですね、これね。まあ普通は考えないですけどね、こんな答えはね。さあ、どうだったでしょうか。浮かんだでしょうか。それではね、まあ普通の人はなんていうか、その浮気相手も一緒に燃やしたからみたいなのもいいみたいですよ。そういうのもまあ普通の人の意見としては全然大丈夫みたいですけど、サイコパスの人は自分のテリトリーを守れたからと答えるみたいですよ。サイコパスの人は自分のテリトリーを守れたからと答えるみたいです。まあなんかそのサイコパスの人は自分の居場所かなんかを邪魔されるっていう、奪われるのが一番てかまあ嫌みたいで、まあ自分のテリトリーを守れたからというみたいですね。まあ普通の人だったらなかなかこんな答え浮かばないですよね。いや、なかなかすごいですけどね。じゃあ続いての質問いきたいと思います。あなたは人を殺してしまいました。そしてその殺しの現場をタクシーの運転手に見られてしまいました。そしてあなたはそのタクシー運転手も殺してしまいました。それはなぜですか？
あなたは殺人をしました。そしてその現場をタクシーの運転手に見られてしまいました。そしてそのタクシー運転手も殺害してしまいました。それはなぜですか？お考えください。どうぞ。まあこれもね、まあまあ普通は考えねえな、これはな。まあでも大体これは皆さん同じなんじゃないですかね。まあこれはそんな難しくないと思うんで、まあそろそろ行きたいと思うんですけど、まあ普通だったら、まあ普通ってか絶対だと思うんだけど、まあ殺しのね現場見られたらそれはやるしかないですから。まあ普通はそう答えますよね。その現場を見られたから殺害したって普通はそう言いますけど、サイコパスの人は逃走用の車を用意するためって言うんですね。だからそのタクシー運転手を殺害して、そのタクシーを奪って逃げるためと答えるみたいですね。いや、なかなか思わないよね、こんなことはね。それでは続いての、質問いきたいと思います。あなたは虐待をされています。あなたは父親に虐待をされています。そしてその虐待に気づいた学校の担任が家へ来て父親と話をしました。しかし父親は有無を言わさず、その担任につかみかかりました。そしてそれを見ていたあなたはなんと担任をナイフで刺してしまいました。それはなぜですか？お考えください。どうぞ。いや、うん、これもなかなか、俺がもしそういうことをされたなら、俺は反撃をしますね。反撃をするか、うん、反撃するな多分ね。だってムカつくじゃないですか。なんだお前ってなりますよね。まあでもそういう被害あってる人はやっぱそうはできないんだろうね。やっぱね、追い詰められちゃってるみたいなところもありますから、まあもしそういうことがあったならね、本当周りに、そう、まあ誰でもいいから本当に相談してほしいですけどね、なんかある前にね。でもこれはなかなかちょっと難しい質問じゃないですかね。うん、まあなんて答えればいいかわかんないですね。でまあちょっとそろそろ時間がねないんで、まあ、そろそろ、行っていきたいと思うんですけど、この質問に対する、サイコパスの人の答えはですね、自分の存在意義を守るためっていう答えみたいですね。サイコパスの人は自分の存在意義を守るためという意味ですね。まあだからその虐待されることが自分のその存在している理由みたいな、そういう考え方を持ってるみたいですね。なかなか凄まじい回答ですけども。いや、なかなかすごいですよね。さあどうだったでしょうか、ゴーストの怪談座談会、サイコパス診断の回でございましたけども、まあこれは本当にね、まあ遊び感覚で、気楽にやってくれれば全然いいんで、まあもしね、これで、まあ、サイコパス診断がおちょっと面白いななんてね思った人はですね、まあネットでね、まあ、検索してみてもいいかなと思います。まあぜひねやってください、やってみてください。全然俺のねこの動画なんかよりもね、全然文章で見た方が全然早かったかもしれないね。それではですね、また次のゴーストの怪談座談会でお会いしましょう。今回はサイコパス診断の回でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。ゴーストでした。バイバーイ。